はい、コツの趣味部屋へようこそ。今回もね、フィギュアご紹介していきたいと思います。今回ご紹介するのはこちら。はい、まあね、紙に包まれている状態なんですけれども、こちらをね、めくっていきましょう。はい、ということで出てきましたのがこちら、鬼滅の刃胡蝶しのぶ8分の1スケールフィギュアということでね、はい、こちらついに出ましたね。延期されてね、やっと発売されたという感じです。はい、こちらはねアニプレックス製ですね。はい、アニプレックスから出ているフィギュア。はい、外観はこうですね。天面の窓には蝶のね窓枠。はい、ということでね、こちら早速ね開封したいと思います。まあおそらく見た感じはね、ワンパーツ構成な気がしますね。はい、はい、ブリスターの状態ですね。うん、こんな感じ。はい、ではね、ブリスターの状態からも取り出してみたいと思います。はい、ではね、開封しましたので見ていきましょう。こちら、はい、いや、このねクリアパーツの台座、これめっちゃ細かい。グラデーションがかっててね、一つ一つ蝶々の形してるんですよ。それが集合体になってね、こういうエフェクトを構成してるんですけれども、いや、これは素晴らしい。ちょっとこれビニールがまだ噛んでたね。これ結構ビニールがね挟まってて、あとプチプチもね、いろいろやっぱこういうね、ちょっとトゲトゲになってるんでね、丁寧にね梱包されてました。はい、でこのね胡蝶しのぶのフィギュアの特徴としてはね、刀を持ってないんですよ。鞘に収めた状態なんですよね。なので本当にこのワンパーツ構成。はい、いや珍しいですね。うん、でこの躍動感も素晴らしいね。こう宙に舞っている感じ、着物っていうんですかね、舞っている感じのひらひら感、本当に蝶々のように表現されてますね。でこの体服もね、すごいグラデーションが素晴らしくうまい具合にかかってます。こういう鞘のね、こういう細かい柄とか文字とかね、すっごいね、ほんと細かい。で、顔、こうね、胡蝶しのぶの優しい感じが出てますね。で、この髪飾りもよく再現されてますね。いや、素晴らしい躍動感。なかなかにこの角度から見ることないよね。胡蝶しのぶを。うわ。このポージングのフィギュアは唯一無二ですね。着物の部分もね、ちょっとパールがかってんだよね。うん、でちゃんとこういう色でね、グラデーション表現されてますし、本当にこれ舞ってる感がすごいよく再現されてる。
いや素晴らしいですね。はい、まあ、こちらはね後ほどもちろん回転台座に乗せてね見ていただきたいと思います。でねこちらまあチラシみたいなのが入ってたんですよね、アニプレックスさんの。はい、まあ鬼滅の刃のフィギュアのね予約受付のチラシなんですけれども、こちら、はい、煉獄さんですね。はい、煉獄さんも出るんで、これも8分の1スケールで、まあねお値段ちょっと張るんですけれども2万2000円税込みで、はい、でこちらは予約受付中です。これもすごいねエフェクトがねすごい、このシリーズは、うん、でこちら裏はね炭治郎、はい、日の神神楽売ってるところですね。こちらも同じ値段ですね、2万2000円。これもねエフェクトがすっごい、うん、でこの炭治郎に関してはね、はい、こういうね原寸大でこう広げるとね、原寸大でね写真が載ってるんですよ、はい、こう手のひらと比べてね、はい、原寸大全高28センチ、はい、まあ、やっぱちょっとエフェクト含めたらでかくなるかな、実寸大ですって書いてあるからね、うん、ちょっとうまいこと胡蝶しのぶと並べてみますか。はい、大体こんな感じですね、胡蝶しのぶと並べたらこんな感じ、はい、まあ、ちょっと分かりづらいですけどね、うん、こんぐらいやっぱエフェクトの分でかいね、うん、はい、でそのまた裏はね今度は赤座ですね、はい、破壊札らしい。こちらは1万5800円とね、うん、まあエフェクトがない分やっぱりお安くなってますね、うん、顔も似てますね、うん、特徴ちゃんと掴んでる感じでね、ここアニプレックスは鬼滅の刃に全集中ということでね、まあいろいろ出るみたいですね。こう文房具とかねそっち方面もなんか出るみたいです。はい、うん、この胡蝶しのぶもいいね。ということでね、ではね回転台座に乗せてね今回はお別れとしたいと思います。鬼滅の刃グッズとかもね紹介していきますんで、ぜひこの機会にねチャンネル登録していない方はチャンネル登録よろしくお願いします。では最後は回転台座にてお別れしたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。できないんですか？できて当然ですけれど仕方ないです。できないならしょうがない、しょうがない。